はい、こちら究極級のデュオですね。3ターン切るとか4ターン切るを目指してみたんですけど、残念ながら私のメンバーではそれは無理でしたね。だいたいキャラが揃ってないから無理なんですよね。強力な反撃って言ってますから、反撃を解除できるキャラクターは私持ってないです。残念ながらね、しょうがないから糸でも増やしましょうかね。ハートでも増やしていきましょう。地味にいきましょう。地味にね、しょうがないから。地味にいけんだよ、地味に。地味にいけばいい。持ってないんだからしょうがないよね。ここはこれでも割っといて、継続回復をセガで解除しまして、ほら手持ちメンバーでこのぐらいしか出ないんで、これにバッターとかと策が知れてるでしょ。とにかくひたすらにデバフでもやっていこうかねっていう感じ。セナは回復の時に入れたいから取っておこう。はい、セーブ入れましょうかね。こういうこと言ってるのか、友情封印技とか言ってるのか。これ困りましたね。バルとかなくなっちゃいましたね。セナはハートでも割っていきましょうか。はい、セーブ入れますよ。セナは入れなくていいよね。アテナで回復して危ないからハートでも増やしていきましょうか。戦術で原則だとあれなんだよね。城太郎が敵を止め返して勝ったんですけどね、城太郎ガチャで出なかったですね。次ハート回復が来るからね。東条さん、この辺割っておきましょうか。セナ
あとでもやっとこうか。はい、じゃあこの辺でワフかけて割ってみましょうかね。デバフがかかってから反撃耐えられるでしょ。デバフかかった時はガンガン行こうね。一個作っとくか。いや、作んないでここでやっとこう。反撃とか言ってるね。ワフかけてデバフやっちゃえば勝てるでしょう。耐えられるでしょう。引退仮面どうしよう。作っとくかこの辺に。デバフかかってくから反撃に耐えられるでしょう。もう効かないね。あと7回入れちゃおう。どうしようかな。セナ次やりたいんだよな。作っとくか。ミスはないけど倒せそうですね。ビートでハート増やしちゃう。デバフかかってから大丈夫でしょう。かかってるよね。弱体化と攻撃弾かかってるよね。じゃあ大丈夫ですよ。バフかけた。仕留めに行こうね。仕留めに行きます。一応念のため強度はちょっとね。ノーマル強度の方が良かったかな。消化し強度じゃなくてね。どっちがいいんだろう。はい、倒しきりましたね。上太郎欲しいよね。時を止め返したいよね。あるいは反撃解除できる人って誰だ。ナルトぐらいか。ナルト持ってねえしな。しょうがないからセナで継続回復を解除しながら戦うしかないけど、セナだとね強くないんだよね。攻撃力がね、だんだんだからね。だから時間はかかるんだけど、これもしかしたら一生じゃない方がいいのかな。運悪のところ
いやー、時間かかったね、救急救の手をね。こんなに時間かかって思わなかったよ。もうスマホが遅い。熱持っちゃって。やっと倒した超究極級の手をね。これは動画に載せるほど、なんか特筆すべきね、参考になるような点はなかったね。とにかく時間がかかってやっと倒したっていう感じ。